総理、これだけ当事者関係者が今回総務省のしっかりとした調査結果として報告を受けております。レクはあったんです。捏造なんかなかったんです。そのことが報告をされているわけですから、総理、この結果もお聞きになっていると思いますが、この結果をお聞きになって、総理、総理大臣としていかに受け止められますか。総理、高市国務大臣。いや、後で聞くんですよ。後で聞くんですよ。委員長のご指名ですからお答えさせていただきます。今石橋委員がお示しになった資料でございますが、関係者 ABC、これは当時の情報流通行政局におられた方だけの、証言を抜粋しておられます。大臣室側のヒアリング、そして私に対するヒアリングは出ておりません。その上で、申し上げますけれども、放送法の解釈については、後ほど、総務大臣が答弁されるべきものではございますけれども、これ本当にですね、正確なものかどうかということは、3月1日に、小西委員から夕方ですね、私への3月3日の質問通告として、いただきました。で、私に関連する4文書について正確性を確認するべきだということでしたので、そこを拝見した結果ですね、私はこの時期に、こういったもので、私や安倍総理の名前が使われた経緯が、どういうことだったのかというのを瞬時に理解いたしましたし、文書に、総務省の報告に名前が出てきている以外の総務省職員にも私は複数、確認をいたしました。その結果、この文書が、差し込まれたと、いうことについては、よくよくその事情は理解いたしました。そしてまた、この記録者とされ3枚は、作成者不明でございますけれども、でも1枚は、記録者が入っております。でもその方々、そこに書いてある方々についてですね、法的な、問題はないと、もうすでに、控訴時効も過ぎていると、そういったこともしっかりと確認をした上で、私は答弁をさせていただきました。はい、それでは岸田内閣総理大臣。はい、